雷電流ラララライアン。今回はですね、閻魔大王ゲットできるまでちょっと頑張ってみたいと思います。番付が大関になると、この閻魔場所っていうのが解放されるんですよね。おすすめレベル90、めちゃくちゃ最後のカイラが強くて、さっきちょっと負けてしまったんですけど、トリックミスが5なんですよね。で、クリア条件が閻魔に勝利して優勝するということで、やっていきまっしょい。なんか不動明王ボーイとか、猫をバーセと、カイラーチとかが出てくるんですよね。最強妖怪たち。なんかカイラがバチクソ強くて、バーチクソ強くて、カイラに勝ったら閻魔大王が出てくるということなんやのか。最初は幕下のウィスパー、未来の世界のウィスパー、そしてジバニャンにミッチーが登場です。まあ、この辺はサクッと倒していきたいですよね。味方はレベル99の主天童子に吹雪姫ドゥーケーズ、ケータもレベル99。結構このメンツ安定パーティーなんですけどね。で、戦い方はもう、結構、同じかな。もう、ケイタッチがひたすら容器ショットみたいな。今、ウィスパーピヨってるんでチャンスやけど。結構 HP が少なくなったらぶっ飛ばしやすくなるよね。HP が0にならなくても、ピヨってたらぶっ飛んでくれるんやけど、ウィスパーもたい、チャンスでウィスー。でなーい。なんかさ、その、何行事みたいなのが、なーいみたいな言ってないんやけど、あれは多分、残った残ってなーい言ってたんやね、多分。おそらく。残ってなーい。要は土俵に残っていないいうことなんやけど、これは何さすらい玉があるんやけど、ジバニャンが巨大化しとるな。さすらい玉落ちたかったなー。ちょい待ってー。ケータが HP0 のところでちょっと食べ物回復しときまっか。 HP0 だとめっちゃぶっ飛ばされてまうんだよね。やばいのじゃ。あとジバニャンもうちょい。オッケー、なーい。行事さんがなーいみたいな。あとはミッチーだけ。みんなでフルボックだー。ミッチーが筋肉自慢してる間にフルボックだおー。決まっとけー。最後ミッチー飛んでいく。すごい格好で飛んでいくよな、この妖怪大相撲って。スキンモノおとわし。5回勝利したら閻魔大王出てくるのかな。とりあえずさっきなんか一周してみたら、邪王カイラがほんと強くてギリギリのところまで行ったんやけどね。次が剣舞魔人たちとの対決。ここをスキップできたらいいんやけどな。一番最後になんかポイント合算でっていうのでもあるやと思うんやけど。続いて剣舞魔人の玄武はいっぱいしとるわ。これ土俵に剣持って斧か持って出てくるってちょっと違和感はすごいよね。土俵に斧持って登場って、もうそれ金太郎やんみたいな。土俵に斧って金太郎やん。剣舞魔人のアシュラ、スザク、白虎たち登場。ここは敵強いから早速必殺技いくぞ。友達召喚パーン。不動明王のその回とかが出てきてくれたら面白いんだけどね。まだできてないね。必殺技打ったから敵がかなりピヨってるし HP ない状態ね。もうガンガン吹っ飛ばしていく。ぐんなーいみたいな。ぐんなーいにも聞こえるな、確かに。ぐんなーい。おやすみ、ぐんなーい。えなーい。残ってなーい。えなーい。百個もぶっ飛ばす。さよならバイバイ。ということで2回戦目も勝利、経験値4622、そして超経験値玉ゲット。もうサクサク行きましょう、この辺は。ドドン。3回戦目、不動明王ボーイ。この敵のチームのメンツ面白いよね。不動明王ボーイに、ジュニア。そして、オグ、トグ、モグ。みんな、その、主から、あるものから生まれた者たちって感じだね。ジータンは結局、ジバニャンのさ、肉片から生まれてるし。で、ボーイくんは不動明王、剣舞魔人不動明王ボーイ。剣舞魔人の不動明王から
爆弾しとるし、奥トグモグも、おそらくさ、鬼を螺旋っていうか、そのあれだ、鬼を螺旋っていうよりも鬼マロから生まれてるよね、奥トグモグ。月並みトーマッチのも今お供になってるけど、真ん中燃えてるけど、これは果たして一体誰のスキルなんだ。ジータンかな、ジータンがなんか結構シャドウサイドからしたらさ、バーニングドラゴンとかになって奇形の技使うんやけど、まさかの洞穴がぶっ飛んでいったぞ。どうなってんだ、敵も結構強いのか。おすすめレベル90やからね、ちょっと波出たらやばいね。とりあえず前は不動明王防御攻撃、今この上のドスコイゲージがちょっとやばいね。真ん中ちょっとやばな、真ん中に行ったらこれ HP 減るんじゃね。ジータンが真ん中おるもんね。なんか真ん中に何これ、地蔵みたいのあるんか、地蔵みたいなやつある。ボーイがしつこい、ボーイがしつこみー、しつこみ深みー、もうちょい、もうちょいでいける。どうすこい、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 いいところ持ってったんが、アシュラじゃないわ、いいとこ持ってったんが主天道寺さんね。でバーニングドラゴンにシャドウサイド化しておると、チャスでウィッスー、吹雪姫ありがとう、 HP 回復。そして四天王寺またいいとこ持ってたね。鬼スイキャンダル飛ばし押し切りガチウキ、またのご利用をお待ちしております。3回戦目突破、レアアイテム今んとこ超経験値玉ぐらいかな。ボン猫バスティト東、猫バスティ仕上げましょう。ゴッドサイドの妖怪たち豪華やで。しかしここではまだ必殺技使わんとこ、次のカイラチとの対決で必殺技使いだ。いややべ、あピヨってるピヨってるピヨってる、猫バスティトピヨってる、ピヨってる時はヨークショットよりもなんかダメージ強いウォッチ波動波動みたいな方がいいかな、それとも陽気ピコハンでこうあれした方がいいのかな。なんか土俵際でピヨってくれたんやけどな。敵も攻撃普通に強い、ケイタッチがちょっと HP やばいんでここで回復しようか。でででピッピピスペシャルラービー、避けつつ避けつつ攻撃していく。友達召喚点使えるけどまだ使わない、とりあえず1体倒したい。今猫をバーセットの必殺技ね、やばい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 、敵3体やけど侮れん、チャンスでウィッスー、みんなでボコゾ回避しつつ攻撃、ヒャッホー、やっぱゴッドサイドやから神の力をも、うわ何これ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 、誰この必殺技やばし、同血がマジか、結構装備も強化してんやけどな、ゴッドサイドの必殺技が半端ない、マジ半端ない。しかしこれは誰回復する、吹雪姫、いやケイタッチだな、ケイタッチ回復、なんか誰かピヨってるぞ、 YP がない、猫をバーステッドを先に倒したいけど攻撃されてる、この後がもっと強いからね、こんなところで手こずっていてはいかん、猫をバーステッドを吹っ飛ばす、最後ケイタッチ決めたかな。洞穴がなんか意外とあっさり吹っ飛ばされるのはなんでだ、なんか装備変えたんがなんか影響してるかな、結構いい装備つけてるんだけどな、狙われている系だめっちゃ武器で狙われとる系だ。もう一息残った残ったの残った、どすこいどすこいどすこい、しかし系だ頑張れ、張り手じゃん、ピコハンピコハン、なんでもありの相撲大会、これで豪快戦、あ、まだや、まだ天狗クラもおるで、マジか今、あとはみんなで頑張るぞい、やば、この竜巻系の技ね、なんかさめちゃくちゃお盆にさ台風来てるやんみたいな、今8月14日やねんけど、なんか台風めっちゃ来るやんみたいな、なんか最初台風9号かなんか来て、次台風10号みたいな、
どないなっとるみたいな、ほんまに。なんか、まあ、いいや。蛇王カイラ VS、天の富士。待ったなし。はっけおい。残った。行くぞ。ブン。蛇王カイラがまさかの一体っていうね。しゃがんばろう。HP 回復とかも忘れずに。残った。必殺技友達召喚。てん。早速、吹雪姫がやばいわけよ。やばいわけよ。なんか必殺技発動してる間に、ここで、HP 回復しておく。吹雪姫。吹雪姫が HP 結構回復してくれる妖怪だからね。ぴよってるぴよってる、みんな頑張れ。押し切れ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 。土俵際。土俵際が強いんじゃん。カイラは土俵際も強いんじゃん。で、剣でバッサバッサ切ってくるから、めちゃこの、ダメージが強いんよな。レベル96ぐらいだったっけ、カイラチ。回避しつつ、ちょっとこう離れて攻撃していくのが基地でしょう。離れて攻撃が基地でしょう。だってこれ、ほら見、ほら見、ソラシドは、ケイタッチが HP 一気に減ってるやん。スペシャルラーメンで回復しときましょう、ケイタッチ。もう、ロックオンされてるもん。ロックオンされたらマジで、マジで厳しい。カイラにロックオンされたらマジでやばい。どうだ、どうだ。ちょっと離れてこう、ピヨってるところをみんなで攻撃。さすがに、土俵際で、A ボタンを押したら吹っ飛ぶやつ、いや、なんかな。カイラッチ、どうなの聞いてるの ?HP 半分。ちょっと今のうちに HP 回復しとくわ。こまめに HP 回復せやんと、ほんまに、ぶっ飛んでいくもんね、味方が。ブヒャーンって。ここは吹雪姫、や、主天道士、や、主天道士復活というか、HP 回復しておきましょうい。吹雪姫は自分で HP 回復できるもんね。ぴよってるぴよってるぴよってるよぴよってるよ。しかしロックオンされているケイタ。やっぱ大将やから。大将やから狙ってくるんけ。必殺技これだ、蛇王半極派。みんな大丈夫？ちょま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 って言おう。HP がゼロになってるね、洞穴さんが。基本的にバトルで HP ゼロになったら、もうそれは負けなんだけど、気絶なんだけど、妖怪大相撲では大丈夫っていうね。HP0 の状態で発倒されると、ちょっと吹っ飛んでいくんだけど、洞穴さんがまた狙われてるね。洞穴さんが、ロックオンされておる。大丈夫か？YP 吸収、YP 吸収、YP 吸収。あー、ほらみー、ほらみー、洞穴。洞穴、島の内先生。ちょっとピヨってるからチャンスなのかな。ちょっとここで、しっかり HP 回復しておこう。なんか、ターゲットロックオンみたいなのされたら、一瞬で吹っ飛ばされちゃうからね。カイラチン、カイラチンロックオンされたらやばいよん。陽気ショットでもこう、向かってくるもんね。陽気ショット打っていても向かってくるもんね。これ、これ、もう、どないなってんねー。どういうことなん？打っても打っても迫ってくるって。どういうことなん？メンタル強すぎるやろ。これはどういう状態なんだろう。これなんかあれか、闇系の取り付けか、お払いせんとあかんのかな。なんか、薬品使って、お払いせんとあかんのかな。吹雪姫のおかげで、はぁー最後、おぉー主天道士がカイラ吹っ飛ばしたぞ。すごっ。うん、なんか、カイラに吹っ飛ばされたこともあった、逆に。強すぎるから。やっぱこまめに HP 回復するのが倒すコツやね、カイラッチ。超経験値玉いただきました。これで一応、これで優勝じゃないの？チャンスか？これでエンマ大王が仲間に？エンマ大王を倒さんとあかんのかな？どうなんでしょうか？ポイント獲得。この後ですよ。このエンマ場所、ここまで勝ち上がった天の富士には、エンマ様との特別取り組みに挑戦していただきますやて。ということは、エンマ大王が参戦。すごい。横綱のエンマ大王。めっちゃ強そうやん。横綱やん。しかもエンマブレード持ってるし。とうとうここまで勝ち上がってきたか。お前たちとこの土俵で戦う時を楽しみにしていたんだぜ。いつき、バシュン。さあ、派手にやっていこうぜ。これは明らか強そう。天下無双の王者、エンマ。しかも横綱でしょ。絶対強いじゃん。カイラより強いってこと、敵一体だもんね。
ストップウォッチングで、エンマのステータスチェック。レベル95。はいはい、味方不足で、7846。得意が非、苦手なし。苦手はございませんと。OK です。必殺技、打てるんかな今、携帯中。YP を吸収しなくて。しばらくしたら必殺技使えそう。やばい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 。もう速攻で HP 回復していこう。ドーケッチ。ドーキツさんを先に HP 回復。もう吹っ飛ばされるもんね。気を抜いたら一瞬で。エンマ大王もこれ剣でこれバッサバッサ切りかかってくる感じ。ピョってるよ、ピョってるよ。隙はありそうですね。これは隙はありそう。しかし、ドーケツがロックオンされてる。またロックオンされてるよ。大丈夫。エンマ様にロックオンされたらやばいぞ。ドーケツさんは HP 回復。YP 吸収。もう Y は、周りからサポートしますわ。近づいたらちょっと、一瞬で吹っ飛ばされそうやからね。まだ HP 回復せんで出さそう。大丈夫そう。横綱のエンマだよ。うよー、ロックオン。ターゲット、ロックオンみたいな。どうなん？エンマ大王にこれ押してんの？でも上のさ、ドスコイゲージ見たら、めっちゃなんか、押されてるんだよね、今。こっちが勝ってるように思えて、実は押されているのか。ケータチ HP 回復。ドスコイゲージ押されているっていう。横綱は、侮ってはいかんな。こえーこえーエンマブレードの攻撃。仲間にしたら、エンマ大王、これ、エンマブレード使って攻撃できるっていうことっすね。そういうことっすね。HP がやばなってきたんで、すかさず HP 回復しておきまーす。これ舐めてたら速攻でやられるもんね。スペシャルラーメン系だち。HP が半分。エンマ大王の HP 半分。よーいよーい。ブリザード効いてる？吹雪姫の必殺技効いてるっぽい。そこですかさず友達召喚点。ピュってる時の方がええんかな、必殺技って。必殺技でなんかたまにぶっ飛んでいく時あるよね。ピュってる時に必殺技が効果ありかな。今味方はあれだ。必殺技打てるメンツいないけど。安定のスペシャルラーメンすすっておきましょう。なんかこの真っ黒のやつ回復できるのかな。吹雪姫回復して、チョミー。もう一息、もう一息でエンマだよ、倒せそう。味方かけることなく、味方かけることなく倒そう。最後決めたのは凍結じゃなくて、これ主天童子っぽいな。主天童子が最後決めたっぽいな。決まり手。ガチ送りで座布団飛んでるか、これで。エンマ場所、優勝でーす。すごい。エンマ大王 HP 結構少ない状態での撃破って感じだったね。すごいな。カイラに続き、エンマもめちゃ強かったな。今場所も熱い取り組みばかりでしたね。結果発表参りましょう。エンマ大王が仲間になるってことだよね。取り組み終了。6勝0敗で5アス。はいはいはい。ご褒美想定。めっちゃポイントゲット。そして、クワガ大将のコンシロ。さらに、からの？さらに、からの？出場権。新たな本場所に出場。もう、出場がうまく言えへん。うまく言えん。出場がうまく言えん。この後、エンマ大王様仲間になるの？わお！妖怪探偵団、この俺が一本取られるとかな。ってことは何？もう妖魔界の王にしてくれるのか。その楽しいね。誘ってくれてありがとう、伊助。そうだな。俺も楽しかった。これでドスコイパワーが集まっておるんかな。ドスコイパワーが集まったら、なんか妖魔界復刻に向けてのプロジェクト進むみたいな、そんな感じだよね。エンマ様。エンマ様と妖怪探偵団の一戦で会場の盛り上がりも最高潮になりましたよ。おかげで集まったドスコイパワーも、これまでの戦いの日ではないと。さすがやな。見事勝ち上がった妖怪探偵団の白星。いや、エンマ星をやろう。エンマ星とは。名前ダサくない。貴様。
ダサいわけなかろう。文句があるならエンマ様のアーク渡さんぞ。待って、ごめんごめん、今のなし。どっちでもいいじゃないか。いいだろう、ありがとうございます。エンマ様が力になってくれるってよ。すごい、エンマ様のエンマ妖怪アーク紫色やエンマ衣装もかっけえな、これ未来の未来の衣装だよね。これから一緒に冒険できるんだね。ね、あ、タイチのところにも、はいはいはい。ああ昔みたいにみんなで話そうぜみたいな、そんな感じね。妖怪ウォズも最強。いや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 、あれだよな。言うじゃねえか、坊主。この声はまさか。まさか、雷電流ライやな。雷電流ライやな。わお。雷電流。横綱、ドドン。強そうやな、確かに。でかいな。なんと妖怪大相撲界では知らぬものなしの最強力士。雷電流。だが、最強の名が欲しくば、この雷電流と手合わせ願う。声が意外と高めやな、雷電流。雷電流ほどの大物だと、得られるドズコイパワーは桁違い。勝っても負けても、ヨーマカにとって大きな助けとなるだろう。皆の者。ははーん。大関になったら、雷電流とバトルできるってことかな。ザスカーほひょー。なんか大関から横綱になるのに、めっちゃなんか、カタンとあかんって。脅しかけられてたよね、なんか袋もおるんやけど、袋何しとったと、妖怪探偵のお会いするのは随分久しぶりですね。はい、カイラ様の使いとして今大相撲の運営に尽力しているってよ。マジか、袋久しぶりーふ。